昨日は本気で、結構お昼ぐらいからずっと痛くて、そうお昼ぐらいからお腹痛くてね、そうなんかさ、お腹痛いってさめっちゃ波あるじゃないですか、わかりますかこれ。だからもうね大変だった。そうなんか波きちょらん時にショールームするのもいいかなって思ったけど、数分に1回痛いからそうやめた、やるのやめました。なんか数分に1回元気な時があるんですけど、そうでもね今日もね微妙いけど昨日よりは全然良くて、そうでなんかさ夜ご飯とかさ食べるじゃん、波来ちょらん時に食べるやんか。で波来たらさ食べんければよかったっていうさ痛みになるわけ。それがきつかったよね。まあ今元気なんでみんな、うん、いやなんなんやろね、わからん、なんかねおかしかったですね。薬飲んでないですなんか薬に頼らない。うん、アサピさんハートありがとう。そう波あるよね、痛いよね。そうそう、うん、やばかったといえばショールーム不具合でソラノのルームが一瞬消えてびっくりしたけどねって。ねそれさ、そう私もそうファンの方から DM 来て気づいて、それまで知らなかったからなんか心配させてごめんねって感じだった。トメさんハートありがとう。薬に頼らない、男らしくていいですねうん頼んなかった。昨日もう痛すぎて寝れんかもって思ったから飲もうかなって思ったけど、直前まで悩んで飲まないことにした。だからなんかじゃあちょっと夜中に目覚めて、痛い時に目覚めたからなんか最悪って思って、でもすぐ寝た、寝たら忘れるかと思って。ポクリンパサランさんおかえり、嬉しい。ピンクカメオさんハートありがとう。ソウスイさんラブレターありがとう。ハチヤさんこんにちは。情報技術研さんハートありがとうね。コロポックルさん嬉しい、ありがとうございます。そう飲まなかったですね。牛太郎ロマンさんハートありがとうね。国陽さん、国陽さん10ありがとう。こんにちは、こんにちは皆さん。初見になっててびっくりね。そうなのよね、ありがとう見つけてきてくれて。豆太郎きなさん、ビルさんありがとうございます。キラキラもピンクがみょうさん手ありがとう。宮崎まだ暖かいの、あったかいですね比較的。お昼あったかいけど、まあ朝と夜は寒いですね、涼しい。うん、このままショールームやめちゃうのかと思って不具合で一安心した。そう心配させちゃってごめんね。こいちさんハートありがとう。しゅがきさん手ありがとう。今日は職場の若者を連れてお肉を食べに行くので今からお財布を見ながらドキドキしています。かわいい、おいしいもの食べてきて。きょんさんハートありがとう。ゴン太郎さん10ありがとう。あー国領さんありがとうね。今日もあのリップ塗っただけ、スピン、うん、トゥトゥトゥ。そう昨日もね配信したかったんですけどね、まあまあまあ
休みさせていただきました。これからお家向かうから一瞬退散さ、うん、気をつけて帰って。学校かな、学校かな、あ、劇場に向かってる電車で見てるよって、嬉しい、ありがとう。まちゃんさん、キラキラありがとうね、やっほー。今日は今マイセカンドアオハルですっけ、あ、フェルマーの料理人、フェルマーの料理人だっけ名前の、何話だ、3話4話どっちか見て、マイセカンドアオハルの1話の途中まで見てました。うん、あ、学校ってもう家の最寄り着いた、早っ、早いね、5時からバイト、わお、頑張るね、頑張るんだ、偉いよ、毎日毎日、うん、なあさん、くもちゃんありがとう、ピンクカメオさん、じいじいありがとう。これから出社？めっちゃ遅いね、大変だ、頑張って。ナンさん、ハートありがとう。まさひこさん、こんにちは。あー、どうもさん、やっほー。あ、6時から飲み会、出社、出社っていうより飲み会？飲み会か。楽しんできてよ。ヤマトさん、ご卒業おめでとうございます。いやー、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。あと4日、5日、あと5日4日5日ぐらいで、あれですね、卒業から1ヶ月経ちますね、早いね。うん、そう、なんかどっちって言ったらいいのか分かんないんですよね、私もいまいち。14と15、そう、もう1ヶ月、そう、うん、今日は休みで、うん、ラーメン食べに行こうとしたら、うん、ラーメン、そっか、傘ささなきゃじゃんね、行きたくないのでマジで寝てようかと思いました。飲み会嫌い、嫌いな人、修行007さん、キラキラありがとう。でも確か雨はだるいかもね、雨の日ってなんか外出たくないですよね。まあ女の子だったらあれだな、髪の毛ぐちゃぐちゃになるのも嫌ですよね、一つの理由。うん、奈良の山の中、吉村に来てる。奈良はね、奈良公園とかしか行ったことないな。でもね、中学生の頃だからほぼあんまり覚えてない。いや、覚えてるけど、奈良公園に行った記憶ぐらいしかないかもしんない。ね、吉野だった、ごめん、もうめっちゃパッと読み、ごめんね。どう見ても吉野やってね。どまさん、嬉しい、ありがとう。スイーツありがとう。こう見えてお酒飲まないよね。飲まんちゃう、なるほどね。割り勘でも定額になるし、最年長だし、あー、そっか、おごり。やっさん、10ありがとう。会社員らしく年末調整の書類を集めてます。あ、偉いね。吉野だった、ちゃんと吉野だった、ごめんね。明日飲み会ですが今日も飲む予定。毎日やんか。
か適当、いや適当なんて言わないでください。ひろまゆさんこんにちは。やすさんハートありがとう。そう、私はまあいい意味で適当ですね。うん、いい意味で適当っていうかね、めっちゃパッと読みしちゃうんだよね。うん、元気そうでない、何よりです。嬉しい、元気ですよ。吉村はおもろい。いや吉野だったね。ちゃんとちゃんと読めますから大丈夫ですよ。読めるのにあのあれなんですよ、私はめちゃくちゃパッと読みだからね。龍太郎ロマンさん、だるまさんありがとう、総帥さん、小判ありがとう、あ、かけるくん、かけるたん、やっほー、こんにちは。私と一緒ですねって一緒にしないでよ。いい意味で適当、そういい意味で適当なの。うんうんうん、決して悪い意味じゃない。ソースイさんペンライトありがとう。そういい意味でめちゃくちゃ適当かもしれない。いやめちゃくちゃなんて言ってないです。うん、ちょっとちょっと、うん、いい意味で適当。たっかんまりさんこんにちは。ひろまゆさんハートありがとう。4時半から夜勤。4時半から夜勤？何時まで？朝、朝何時とか？朝9時とか？大変だな。その前に朝の5時半からバイトしてきた。えらい。え、待って、朝の5時半から。え、かけるたんさ、寝ちょらんくない？大丈夫？体。ちゃんと寝てよ。9時半まで夜勤？ふう、大変。おでこサンシャインさん、こんにちは。うん。一言挨拶どんなん？初見です。うっそー。浩平さんやっほー。親子って何？親子？朝の5時半から9時半の4時間バイトして、おお、何のバイト？すごいね、そんな朝から。2時間ぐらい寝た。2時間じゃ足んないよ。サーモン今日10時間寝たんだから見習って。こんにちは、スヌポンさん、ヤッホー。10時間ぐらい寝なきゃ。タコタンさん、お疲れ様ご、嬉しい。サンシャインさんの名前よく見てみ、あ、ちょっと待って、間違えた、ごめん、待って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 、おでこサンシャインさん、おでこサンシャイン、ん、おでこ、おでこサンシャイン、サンシャインさん、え、合ってるよね、合っちゃうよね。え、どういうこと、どういうことよ。コウヘイさんキラキラとハートありがとう。ホテルのレストランでバイト、あ、仕込み的な。修学旅行生の朝ごはん対応してきた。えらいよ。いいね。すごい。楽しそうでも。ごっちゃん、久しぶり。ハートありがとう。そうだよ。お腹の痛みに耐えながら10時間睡眠したのよ。そう。ソースイさん、手ありがとう。え、嘘、おでこサンシャインさんで言ったよ。あつきさん、こんにちは。じゅんやさん、こんにちは。嬉しい、みんな。こんにちは。わさおっぴさん、てん、ありがとう。
ありがとうございます。みんな偉いね。夜勤したり早朝から働いたり偉いよ。赤さんハートありがとう。ひろまゆさん天ありがとう。女子側の対応やったけんちょっと緊張したけど、緊張するっちゃ緊張するのか。接客キッチンとかじゃなくて対応する人やったらね。確かに確かに。修学旅行か。でも修学旅行の季節だよね11月って。こんぐらいの時期かな。またねってお仕事頑張ってトメさん。スヌポンさんレインボースターありがとう。嬉しい。やすゆきさんこんにちは。MC ムヒョンさんこんにちは。ホールやったから接客してた。大変だホールか。じゃあみんなのお世話したのね。ソースイさんお花ありがとう。トモさんレインボースターありがとう。あの今日はドラマを見てあの安静にしてました。え、天ありがとう。え、そうだよ。そうそうそうよ。天、天ありがとう。今日気づいた。遅いぞ。ひょうたさんこんにちは。宮崎県代表のえみさん。待ってね、違う。なんでなんかさ、やっぱさこうやって言うとさ間違っちゃうのよ。そう間違っちゃうのよ。ちょっとごめんごめん。違います、宮崎県出身の上見空野です。ひでりんごさんこんにちは。味噌汁の蓋集めてたら俺のこと見て一瞬誰かに似てるって噂してた女の子いて、誰。いやごめんなさい、違う、もうめっちゃ間違えた、めっちゃ間違えた。でもなんか消えないですね。自己紹介してって言われたら絶対これ言っちゃうわ。そうごめんなさい。オックさんお疲れ様です。お疲れ様んご。そうね、そうね、あながち間違いではない。そうね。宮崎出身の上見空です。間違ってないしいいんじゃないって。めっちゃ面白い。新しい自己紹介何にしよう。新しい自己紹介何がいいと思う。え、でもさ、はい、日本の日向宮崎県から来たっちゃはマンゴーのようにたくさんの人に笑顔を届けたい。上見空ですって何も支障なくないね、今思ったら。ピンク川田さんお花ありがとう。マンゴーよりも愛されたい。なんか恥ずかしいよ。確かに何の代表とも言ってないもんね。宮崎県だ。確かに確かに、その前がないもんね。間違いではないか。何の代表ってなるけどね。どう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 。どうもどうもサーノンです。これ使えるよね。確かに。YouTuber みたい。
佐々木さん、おかえりだ。嬉しい。こんにちは。昨日長崎の CM にね、うん、俺が応援してる長崎のアイドルが出てめちゃくちゃ嬉しかった。そういうの嬉しいよね、やっぱり。嬉しいよね。うん。地元のテレビのやつの嬉しいよね、やっぱ。久しぶり。ありがとう。トゥ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 、新しい自己紹介か。新しい自己紹介なんだろうね。黒曜さん、レインボースターありがとう。17日から、うん、長崎のドラマ始まるんやけど、それにも出る。もうそれはかけるたん見るしかないよ。見るしかないね。北海道のテレビにみずみん出るからして、あ、北海道か、そっか。みずみんちゃん北海道でしたね、確かに。みんなに愛されたい。その前は何。うん、キッチフレーズ確かにそのまま使えるんですけど、でもまあアイドルって感じするもんね。明日その子たちに会いに行ってくる。お、楽しんでおいで。卵余るのにさ、寝ちゃってやめて。ダメ、それよくない、よくない、それよくないよ。第一印象だから、もうダメダメダメ。あ、第二ぐらいか。卵やばい。絶対ダメ。絶対ダメ。よくない、本当によくないよ。うどんも丸飲みって何、何何。最初から笑い取れて最高だって。ダメだよ。うん、仕事終わりなのでまた見に来ますねって。ありがとう、ひろまゆさん。餃子は飲み物さらのね。そんなこと一言も言ったことないやんか。みんなダメだよ。アルミカンさん、こんにちは。TKG よりは愛されたいっちゃわって。ダメ。ね、違う。ほら、みんな卵丸飲み信じちゃってるやんか、みんな。違うから、みんな本当に、うん、みんな今日初見さんで来てくださった方信じちゃうからさ、やめなさい。まなまなさん、こんにちは。何事って。なんかね、キャッチフレーズ考えたらって言ってて。そうそう、めっちゃいじられてんの。マンゴーもできないな。うん、ねえ、違うよ、みんな。ほら、信じちゃってるじゃん。もう信じちゃってる、みんな。北海道の実家で、うん、食べ物、うん、ご飯食べてたら、何、なぎちゃんの CM で、なぎちゃんだと思わず言って AKB ファンがバレそうになった。あ、家族に言っちゃらんってこと。いろいろと言ってますよ。卵丸飲み。ねえ、なんで。なんでよ。違うよ。ダメだよ。ウランちゃんまで。ダメ。ダメ。あの、お顔が第一印象で、あの、
自己紹介第二印象ぐらいになっちゃうからダメだよ。うん、ダメダメ。懐かしいっしょ、キラキラ。まなまなさん、旗ありがとう。吉橋ゆずかちゃんの卒業公演が12月29日。ねえ、ゆずかさん、そうだよね。出演しますかって。うん、卒業生はね参加できないのでしないですよ。ひろんさん、やっほー。トゥ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 、ダメですね、みんな。もっといいあのキャッチフレーズ考えてください。てかさ、あのさ、とっちゃんさん、こんにちは。あのね、私、あ、ね、もうこれ言っていいよね。もうなんか最初言ったことあるかもしれんけど、最初考えてたキャッチフレーズあって、でも、そう、でもさ、お披露目がさ、お披露目の順番があったから、そう、それでかぶりそうって思ってやめたんですけど、そう、急遽変えたんですけど、そうそう、あったんだよね、決めてたやつ。私掛け声が欲しくてさ、そう、掛け声あるやつがよくて考えてたんですけど、最初考えちゃったキャッチフレーズには掛け声があったけど、名前を呼んでもらう形にした。絶対忘れん、本当嬉しい。そう、最初はね、ドレミファーソラノンが良かったんですよ。わかる？あの、簡潔に、そう、あの、掛け声ありでやりたかったんですよ。そう、でもさ、ドレミじゃん。そう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 。でレミタンが数日早かったんですよ。数日早かったの。そう、それでその映像をでも見ててよかったなって思った。見ちょられたらかぶってた、知らずに。うん、そう、知らずにかぶるとこだったから見てよかったなって思ったんですけど、そうそう、本当はね、そっちがよかったんですよ、私。そう、そう、ピアノの音感にさ、レミもあるし、ソラもあるじゃないですか。そう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 、だから逆だったら私がそっちだったかもしれない。そうそう、髪切りに行ってくるって。お、行ってらっしゃい。そう、ドレミファーソラノーンって。そう、よくない？ドマさん、天ありがとう。そう、私掛け声ありが良かったんですよ。そうそう、掛け声ありが良くて、そう、そうなりました。どもさん、くむちゃん、ありがとう。そう、うん、卵の丸やみじゃないよ。違うよ、みんな。もう、そう、本当はね、掛け声ありが良かったから、どうしても掛け声してほしいから、ソラノンって呼んでくださいで、ソラノンって呼んでもらってたんですよ。そうそう、ドレミファーソラノンって、短くていいじゃん。夏は暖房ソラノンです、やめてください。うん、
ドレミファーソラハーってキッチンフレーズやってるって、そうなんや。じゃあ結構かぶってるんですね、知らんだけで。大島さんこんにちは。ちなみに暖房はみんなで言いますやめてください。恥ずかしい。え、そう、でも私のキャッチフレーズは宮崎県をめちゃくちゃふんだんに詰め込んでるので、そう、まあ宮崎県出身っていう印象はめっちゃつけれたかなって思う。FHARIZQI さんこんにちは。ストロベリー飲んだよ、飲んだ。ストロベリー実はさ、飲んだ飲んだ、美味しかった。なんかね、めっちゃ可愛かったです。上にかかってるなんかパラパラキラキラがめっちゃ可愛かった。自己紹介ね、確かに。ぐるぐるさんこんにちは、嬉しい。おい先に飲むなよって飲んじゃった。もうね、結構ね前に飲んだ、数日前に飲んだ。うん、FLV2 対さん、小林ねねさんこんにちは。結構前って言ってもそんな前から発売されてるもんじゃないけど、結構前に飲んだ。まだストロベリーもないのに。クリスマスのやつやろあれ。なんか全然やと思う。あれも飲みたいよね、ブリュレ。ブリュレってコーヒー入ってたっけ。コーヒー入っちゃったからやめたんだっけ、なんか忘れた。うん、ブリュレも飲みたい。やばい、痛くなってきた。トゥトゥトゥ、呼んでよ、なんで呼んでくれんかったとって。だって約束しとらんやったもんね。コーヒー苦手なの。違う、コーヒーね、残念ながらさ、後遺症でまだ飲めないんですよ。カフェオレも好きでも飲めない。カフェオレ大好きやったけどカフェオレ飲めないな。コーヒー入ってるもの飲めないんですよね。そう、でもパパとマミーがよくコーヒー好きやから飲むんですけど、そう、飲むっちゃけど香りがね無理なんです、ダメなんですよね。そう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 、カフェオレも飲めんくて。お腹大丈夫ですかって、うん、なんとか、ありがとうね、もごころさん。お寿司行ったとか言うと呼ばれてないっていうくせになんやねんって。確かに。うん、ガム大丈夫だよ。自分は紅茶派です。そうだから今断然紅茶派で、そうそう、だからスターバ行くとさ、いつも最近さ、最近さっていうかもうここ2年ぐらい、これコーヒー入ってますかとか、コーヒー抜けますかとか言ってお尋ねすることが多くなったな。そうそう、スタバも飲める種類がさ、だってもうほんとコーヒー屋さんじゃないですか、だからね、選ぶの大変。真心さんありがとう、花束。そうそうそう、うん、スタバだからフラペチーノもコーヒー抜くね。キャラメルもね、コーヒー入ってるんやって、キャラメルフラペチーノって。だからあれもね、そう、ホワイトの普通のフラペチーノ、白いやつにバニラフラペチーノにキャラメルソース入れて飲んだりとか、そんな感じじゃないと飲めない。よっちゃんさんこんにちは。紅茶美味しいよね。
紅茶美味しい。紅茶めっちゃ好き。うん。ストレートティーもミルクティーもどっちも好き。あ、抹茶はね、そのもともと好きじゃないな。あ、お抹茶、お茶は好き。お抹茶、でもお抹茶も今飲めませんね。緑茶飲めないんですよ今。うん。緑茶もダメ。玄米茶とかほうじ茶も大好きなのに飲めません。そう、そう、カルピスもさめっちゃ好きなのに、カルピスもさなんか違うんだよね、飲んでた味と。うらんちゃんキラキラありがとう。そうそうそう、抹茶ハイがいいなって。あ、でも、あ、違う、緑茶ハイか、ごめん。でもなんかそれで言うと、なんか少し前にさ、お酒初めて焼酎に挑戦して、で、あの、なんだっけ、帯杉、帯杉のなんかお茶割り飲んでみたら結構飲みやすかったんですよね。そう、でもね、お茶がね、緑茶がちょっとあれなので、本当のあれは分かんないけど、でも飲みやすかった。うん。のみさんこんにちは。そう、前髪伸びたんですよ、切りたいんですよ。そう、でもなんか横に流すのもいいなみたいな、そんな感じ。うん、そんな感じです。そう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 。あれ、ああ大丈夫だった。ありゃりゃ。うん。バラ配信なんてしませんよ。前髪切ってあげて、お前にしてあげる。似合わんからやめときな。スヌポンさん、キラキラありがとう。しばっちさんかな。こんにちは。スヌポンさんキラキラありがとう。前髪でもなんかね、今ねちょっと伸ばしたいなっていう気持ちもあったり、ミトナツメ前髪にしてあげるね。いや、ミトナツメさんのさ、あの前髪、あれはマジで似合う人すごいと思う。うん。シゲオ007さん、メロディありがとう。カエンさん、シーネちゃん、こんにちは。そう、なんかね、伸ばすのもいいなって思ったり。うん。迷ってる。めっちゃ迷ってますね。そう。なんかデコ出ししたいんですよ今。ちょうどデコがめっちゃ綺麗なので。どういう理由ってね。そう、前髪、そう、デコ、おデコね。そう、でもデコめっちゃ広いんですさ。そう、でもなんかこの間ね、この間ね、なんかおしゃべりした、お話ちょっとだけお話ししたお姉さんが、あの前髪がなくて、前髪がこう横だけ、横にこうなってる感じ、わかる？で、デコ出しだったの。
そう、前髪なくて、その女性がめちゃくちゃ綺麗に見えて、そう綺麗に見えて、あーデコ出しやっぱいいかもなって思ったんですよ。そうだから迷う。うーん、せっかく伸びてるしね。まあでもって感じですよね。迷いますよね。この前ピンで留めてた時のデコ出し可愛すぎたから気が向いたらまたピンで留めてね。ピン留めたっけ、結構前。え、そう、お綺麗だった。うん、そう、でも私もともとデコ出しだから、全然デコ出す、デコ出すことには結構ないっちゃけど、そう、前髪が欲しくなったりするんですよね。伊予田さんこんにちは。そう、なんか前髪なきゃダメみたいな、あのデコ絶対出したくないですみたいな子いるじゃないですか。それは私には全くなくて、うん、むしろお家ではずっとデコ出しなので。ソースイさんありがとう、ペンライト。あ、前髪もうまくいかないからってピンで止めて1ヶ月前ぐらいかな。じゃ、そう、おでこ出したいなって思ったり、思わなかったり。そろそろカラオケボタン出現した。全然出現しない。うん、してたら言うよ。うん、まゆゆさんね、確かに見たことないかも。見たことないかもな、デコだし。前髪ありも可愛いと思って。ありがとう。今日は仕事しながら。いいよ。本日で出会って400日、もうすごすぎ、数えてんのが偉すぎ。400日じゃん、100日で500日だね。ありがとう。ダビーデさん違うか、DAVLD さんこんにちは。今日休みやからスタバ行こうと思ったのに雨やけんねって。確かに雨はちょっとね、行く気なくなっちゃうよね。しゅんせいさんメロディありがとう。トカチンさんハートありがとう。巨人が侍ジャパンに勝っちゃったって。あ、今日何、練習試合すごい。でも侍ジャパン今回あれですよね、あのアンダー25とかじゃない、20何だったっけな。ジャンボさんこんにちは。今日侍ジャパンのキャンプ試合見に行ってるもんだと思ってたって。行ってないですね、行ってないな。牧選手とかが来てるのかな、ね、
髪も切りたい。でもなぁ、長さ迷いますよね。最近ね、動画でね、なんか美容師さんのピック、あの何動画リールとか見るのにハマってるんですよ。フーチャーの当面の目標はショールームのフォローアップ、そうですね、ショールームのフォローアップとランクアップ目指してます。ジュンセイさん、ハートありがとう。いや、そう、いつもですよ、もちろん YouTube 段なんでね。さあ、サラのメイク配信とかしなくない？サラのメイク配信したことね、多分1回か2回しかないわ。しかも準備してる時やった、お話し会の。うん、裏の友達が見てくれてんの。お友達ちゃんなんて言ったらいいや、フレンドちゃん、フレンドちゃんこんにちは、嬉しいよ。ジャックさん、こんにちは。学校のルロイ、いつになったら会えるとって、今会えてるやん、一方的やけど。トカチンさん、ありがとう。メロディー、あ、違ったフレンドちゃんクレヨンさん、ヤッホー、こんにちは。ジャックさん、ハートありがとうね。カレンちゃんって呼んだら多分コメントしてくれる。待って、さっきカレンちゃん、あの初見さんで来てくれた。カレンちゃん、ヤッホーありがとうね、嬉しいよ。アマちゃん、こんにちは。あまちゃん、こんにちはです。しゅんせいさん、だるまさん、ありがとう。こんにちは。まきまきさん、はじめましてねえ、やめて、やめてください。みんな間違ったこと教えないでよ。あ、コメントしてくれた、ウラの友達ですって。ゆずかちゃん押してました。あ、ゆずかちゃんと仲いいよ、私ゆずかさんと仲いいよ。あ、辛味好きでした、ほんと嬉しい、ありがとうね。そう、ゆずかさんもね、卒業しちゃうからたくさん会いに行って。うん、そう、今会えてるやろね。え、違う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 、甘いちゃんダメです、そんなことメモしちゃうフォロワー増えそうじゃないのようん、ダメだから。うん、会えてへんかなって。会えてるやんか、会えてますよ。あ、そう、押せる、あ、違う違う、押しは押せるときに押しましょう。そう、その通り、本当にそれは思う。そう、 HKD さん、こんにちは。昨日会いに行きました。昨日ってことは僕隊かな、僕隊かな。シューゼさん、ダルマさん、ありがとう。大事なとこ間違いない、なーにー、めぐみのさん、違う、めぐみのさんかな、こんにちは。
うずらの卵ならいける。うずらの卵はさ、むしろ一口じゃなくてどうやって食べるの？トゥビコ一緒に見てたの、嬉しい。うん、うずらの卵とかさ懐かしすぎる。うん、お仕事最中だからこれから仕事戻りますって。いってらっしゃい。連番してたの？嬉しい。あ、待って、飛び込んで。じゃあさ、神手に折った時、折ったってこと？神手に折った時っていうか神手にいたよね。ちなみにさ、最高で何個丸伸びしまいたね。何の質問？そんなさないのよ。うずらの卵あげたら美味しいよって。うずらの卵上がってるっけ。そのおちゃんから見て左じゃない？左でしょ。左だよ。串カツのずらん卵ね、あるかもね。串カツをね、あんまり食べたことないわ。串カツ屋さん1回しか行ったことない。親友ちゃんと行ったぐらいかな。二度漬け禁止やでって関西の方って厳しいよね。厳しいよね。なんてお店やったかな、忘れちゃったけどね。一回だけ行ったことあるかな。でも、もう何年も前だわ。高校生の時かもしんない。親戚一度宮崎におって、私も宮崎出身です。本当に嬉しいよ、ありがとう。大阪で食べたの？大阪じゃない、全然。大阪はたこ焼きだね。HKD さん、ハートありがとう。大阪はね、そうだね、大阪ね、行きたいな、行きたいな。食い倒れツアーって何？食い倒れは分かるけど、定型文一つなくなったか、あ、入れてないだけです入れなかった。入れた方がいい？入れてないんだよな。明日行きましょう。明日？ダメだよ。大阪でファンミーティングやなって。大阪行ってみんな来てくれるの？入れんとあかんよって言った方がいい？今月大阪行くで。おはようグループが入っちゃうんよね、きっと。多分。お疲
れさマンゴーと何か入れた、何入れたっけ忘れちゃった、忘れちゃった。サーモン今日そういえばめっちゃ久しぶりに料理しましたよ。料理したうん、今日ねめっちゃ上手に焼けた。オムレツがめっちゃ上手に作れた。うん、めっちゃ例上手だった。うん、めちゃくちゃ上手だった。美味しかったし、うん、そう朝食作った。そう昼食だ作った。うん、あのね、中はめっちゃシンプルですよ。粉チーズとハム入れました。粉チーズとハム入れてオムレツ作って、でキウイを半分に切って、まあキウイ食べてスプーンで、であとマフィンにチーズとハムとケチャップ、ん？チーズとハム入れてケチャップかけて食べました。そうマフィンも焼いてマフィンはまあ買ったやつを焼いたんですけど、そう本当はさとろけるチーズをオムレツ入れたかったっちけど、マフィンに使うからこのチーズがあったか、あこのチーズでいいかと思ってあお菓子ね、マフィンじゃない、そっちじゃない、うん、あのパンのマフィン、うん、好きだからさ。そう秀太郎さんこんにちは。そうメールがあったらさ送ろうと思ったんですけど、メールないので送らない。え、そうオムレツ作った。そうあの賞味期限が今日までの卵が2つあったので、ちょうど使っちゃえって思って、あのオムレツを作ることにしました。トカチンさんキラキラありがとう。そうオリーブオイル敷いて焼いた。オリーブオイルがあったんで、お菓子は作らない。お菓子はガトーショコラしか作らないですね。うん、そうオムレツ、焼いたんで美味しかったですよ。なんかうまく作れたんだよな、一番うまく作れた今までで。うん、え卵好き、卵大好き。うん、焼いたちゃんと焼いた、焼き焼きしましたよ。うん、焦がしキャラメルミルクさ、うんはしごしまくったのに家の最寄りの駅のコンビニに普通に置いてあったうんショックだね。今日休みだったので、うんオイル簡単にドライカレー作った。ドライカレー作れんの？すごくない？すごいね、サーノよりすごい。うん、ドライカレー作ったことない。カレーはあるけど卵は常に冷蔵庫に入ってるんですか？うん入ってるんですけど、もうサーノが今日使っちゃったので今はないです。うん今は入っちょらん。そうね、
買いに行かないとマミに怒られる。うん、うまいね。今ねおばあちゃんち行ってるんですよ。そうだからここ数日いないので大丈夫大丈夫。そうそう、昼間は最近ぼっちなので今日は料理してみました。うん、今日は夜勤明けでパン屋で爆買いしました。おお、えのきチーズのクロワッサン。えのきチーズのクロワッサン、すごっ、組み合わせすごいね。美味しそう。パンだったらバジル乗ってたらそこを買っちゃうと思う。そう、トゥ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 、お疲れ様ごー羽山さん。夕飯も作ってあげるの。夕飯作りません作りませんそう、ぼっちだったのでご飯作って食べました。バジルだったらピザが好き。わかる、ピザ美味しいよね。バジルの、バジル食べたい。バジルはね神ですね。バジルめっちゃ美味しい。得意料理のレパートリーなんて全然ないですよ、全然ないですよ。でもまあサラのレシピ見れば作れますって感じですね。そんな作んないけどさ、全然。今日もなんか他のもの作ろうと思ったんですけど、うん、とりあえず卵を消費したかったんで卵みんな料理したりする？みんなお料理する？普段みんな料理すんのかな。バジルはパスタ、わかる、パスタ美味しいよね。料理する？おー、しない、まあ、したりしなかったりだよね。酢豚ぐらいが限界。酢豚作ったことない。料理します、料理男子、いいね。ちょいちょいとしますね、いいねいいねいいね。国陽さんキラキラありがとう。うらんちゃん料理すんの？びっくり、びっくりだよ。時々する簡単なもの、えらい。おじさんはします、すごいすごいすごい、えらいよ、えらいね。みんな料理すんじゃん結構、えらい。サーノより料理してるねきっと。最近さ、お友達と遊びに行くとね、帰りにねスーパー寄っていいって言われて、いいよって言ってスーパー寄って、なんか今日の晩ご飯のなんか具材買うみたいな言ってて、そういつも言ってるから、なんかさあすごい成長してるって思う。うん、今日何作ろうかなとか言ってると、なんかすごいって思う。なんかそう、高校生の時だったら考えられなかったなって思って、み
みんな成長しますね。オムライスが得意？神じゃん。シュウさん、こんにちは。料理できていろんな運転できるおじちゃんたち、本当だよ。すごいよ。すごいね。今日何作る？もう作った。もう作った。うん。今日は作んないよ。お料理配信したことない。マコリンさん、こんにちは。夜ご飯決まってない。マグコロさん、キラキラありがとう。いや、っていうのもね、サーノンはまあサーノンはね、あの料理ね、今特にできるもの限られてるんですよ。そう、香りの問題で。そうそう、だからね、料理しないっていうのもあるね。キャンピングカー借りて料理する、あ、かっこいいね。キャンピングカー憧れるよね。めっちゃ憧れる。キャンピングカーいいね。乗ってみたい。え、待って待って、包丁持ってるイメージがわかんない。いや、サーモンさ、それこそ高校生の時からあれだよ、あのアルバイトの時握ってたよ。キッチンにいたからね。もう一回バーベキューでお願いします。楽しそう。みんな料理してくれるんでしょ。え、そう、まだね、嗅覚も味覚もね、ちゃんとしてなくてね。なんか香りの方が特にダメで、味よりも。そう、すぐ気分悪くなっちゃうからね、料理とかできないね。あの、物選ばないと作れない。コンビニのおにぎり開けるのはとても苦手。え、なんで？めっちゃ簡単じゃん。なんでよ、逆に。かんちゃん、こんにちは。ともちゃんかな、こんにちは。さらのんで、配信頑張ってくださいね。ありがとう。さらのんがのんびり座ってたら作ってくれるの優しいね。神だね。そんなバーベキュー食べる担当。リュータルロマンさん、ぜひ。うん、今もバイト前におにぎり食べようって思って開けたら失敗して、ご飯ごと海苔がバラバラになった。ちょっと待って、ご飯と海苔がバラバラになった。待って、ウランちゃん、ウランちゃん、しっかり、ウランちゃん。でもおにぎりね、でも私のおばあちゃんもおにぎり開けれなかったな。うん、タンちゃん、こんにちは。甘辛卵焼き、いいね、いいね、いいね。何でも好きなもの言ってもらえれば作りますって、優しい。この前地元のアイドルとバーベキューオフ会したけど楽しかった。楽しそう、
楽しそうね、確かに。久々に開けてすぐ食べれないおにぎり買ったの泣いたって待って、三角でしょそれ、すごいね。ランドさんこんにちは。普通のカツ丼とソースカツ丼とタレカツ丼どれが好きですか、好きですって。うーん、うわー迷っちゃう。今の気分だったらソースカツ丼でも、普通に好きだったらカツ丼、タレカツ丼がなんか分からない。サーノの好きなお惣菜って何？サーノの好きなお惣菜、お惣菜、お惣菜、ちょっと待って、お惣菜ってどこからどこまで入るんですか。なんだろうね、三角。学校の時は恥ずかしくていつも食べれるやつしか買わないの、かわいいあ、味噌カツね、美味しそう。味噌カツ美味しそう。味噌カツ好きだと思うよ。タレカツはタレにつけたカツで醤油だれ。あ、じゃあちょっと違うかも。スーパーの総菜何がありますっけ、何がいいかな。何がいいかな。あ、でも普通に唐揚げとか好きだよ。なんだろうね、なんだろうね、なんだろうね。お惣菜ってどこからどこまで入るんだろうね。あ、あれ好き、タコの唐揚げとか。おにぎりの開け方講座も3秒で終わるよ3秒で終わるよ。牛タン、牛タン大好き。私牛タン大好きだよ。牛タン、牛タン食べたいね。牛タン食べたい、牛タン食べたい、牛タン食べたい、大好き。国陽さんありがとう。だるまさん、こうへいさん、ハットありがとう。牛タン自分で焼くって、牛タンさ、お家でも全然食べるっちゃけどさ、牛タン自分で焼いたこと焼肉屋さんでしかない。うん、おにぎりのりが破れずに開けれますか。え、開けれるよ、もちろん開けれます、もちろん開けれる。仙台って買ってきましょうか。あ、行ってくれるんですか、ぜひ いつかは値段お高めの厚切り牛タン挑戦した。それこそさ、牛タンで思い出した、ランタンナイトでさ、夏にランタンナイトで、牛タン食べたっちゃう。牛タンのね、味がめっちゃ薄くてさ、そう、固めだと食べるの大変だった。さ、牛タンにもいろいろあるもんね、柔らかいやつと、厚さも大事だね。分厚かったんだよね。そう、HKD さん、ハットありがとう。ハット。
コストコの牛タン美味しいの。仙台、来月行く、来月仙台行くか、牛タン食べてくる予定って。行きます行きます牛タン大好きなんだよな。いいな牛タン、食べたい牛タン。いいね仙台。さあ仙台行ってみたいな、牛タン食べに。牛タンならつかさやね、連れて行ってあげるわ。つかさっていうお店。へえ。牛タンまだ一回も食べたことない。そんな人いるんだ。そっか、でもそう言われてみれば、そっか、私も全然食べたことない肉の部位あるもんな。そういうことだよね。高いから食べたくなったら行ってねって。冷蔵輸送で送りつけてあげちゃうんだからかわいい。牛タン、つかさっていう名前からして高そう。わかる、一文字のやつ大体高そう。つかさ美味しいよねって。ランチタイムなら安いです。つかさってどこにあんの。つかさ、つかさでいいのかな読み方。仙台行ったことないな。一文字のお店巡りしてみてよって。見つける方が大変だ。全部高かったらどうする。全部1万円みたいな。活気があっていいんだ。お昼が安いのか。なるほどね、お昼ね。つかさ頭にメモした。でもまたあの今度つかさおいしいみたいな言ったら、つかさって何って言っちゃうかもしんないけどさ一応メモしといたからさ。あ、天に反応します。私じゃん、空 1.5 人前。いいねいいね、面白い。 100% 言うやろな。いや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 、覚えてる。今んところ大丈夫、今んところ大丈夫。つかさね、わさびつけるとめっちゃうまいって。そののはレモンだれがいい。わさびね、もともと好まない。頭にメモしたんで今のとこ大丈夫そうですよ。配信に何回もやってる。それはごめん、本当にごめん。もうお店の名前は忘れちゃうよ。お寿司わさび抜きよ、抜き。お肉にわさび好き。おお、大人だね。大人だね、やっぱみんな大人だわ。私はわさび抜きます。いつも抜く。わさび抜き。でも基本わさび入ってないじゃないですか。でもまあね、でも入ってるところもあるよね。
サビ抜きでって言う。え、わさび抜きよ。抜きです。サーノンはお魚の味を楽しみたいんでかっこいいこと言っとこお魚の味を楽しみたいんで、そうですね、いりません。ヤマブーさん、サーノンってやっほー。もっともらしいこと言ってるけど、わさび抜きわさび抜きです。お醤油つけます。最近はつけます。ちょっと1年前ぐらいはつけんやったな。1年前ぐらいは塩で食べてました。うん、でも基本つけるよ。そう、お醤油がダメな時期があって、その時はお塩で食べてたんですけど、そう、基本は醤油なので塩、醤油、お醤油つけて食べます。まあサーノンはね、食材の味を楽しみたいんでわさびなどつけません。イカ、イカこそ醤油だよ。わさび合うんや。柿めっちゃ醤油美味しいから使ってみてって。柿醤油ってこと？何？柿醤油？初めて聞いた。前にイカだってちょっと逃げてません。サーノンだって食材の味をさ、楽しみたいんだわ。そう、お魚の、そう、新鮮な味を楽しみたいので、そう、わさびとかつけちゃったらさ、ちょっと食材の味ね、ちゃんと味わえないので。とっても大人。そう、食材の味を楽しむためにも、そう、私はわさびなどつけません。そう、いつもいつもね、そうなの、いつもさ、お魚の味にこだわってるんですよ、結構。はい、ウランさん、縁側に甘だれつける人なんだけど、待って、甘だれはさ、アナゴやない？そのアナゴ食べんけど。すごいグルメな人みたいな言い方してるって。そう、こだわってるんですよ。こだわりです。そう。信じてよ。本当だよ。そう。邪魔されたくないので。ちゃんとお醤油だけでいただきますね、いつも。はい、いつもそうです。わさびなどつけません。そう、新鮮なお魚の味をそのまま受け取っております。はい、受け取っておりますね。マグロとか美味しいものをいただきましたね、たくさん。え、違う違う、醤油苦手もね、違うの。醤油苦手もさ、後遺症で食べれないという、1年間ぐらいあって、そう、醤油ね、醤油1年間ぐらいバイバイしてたんですけど、そう、でも今全然大丈夫、醤油は。大人でしょ？そうなの。
ハマチ食べててこのマグロ美味しいとか言ってそうなんね。わかるよ、だってさハマチ白いもん。ハマチはここの部分、端っこの部分があれですよね、赤みがありますよね。そう、お味噌は大丈夫だったの？お味噌汁かも。お味噌汁もね、今もね微妙なんですよ。そう、お味噌汁はね微妙。うん、バイト行かなきゃって。行ってらっしゃい。そうそう、みんなお魚の味大事にしようね。ね、わさびつけたら美味しいの？でもさ、わさびつけたらさ、なんかツーンってきてさ、悲しくなんない？今日も楽しかったやって、ありがとうって、頑張って。わさびみんなつけるんだ、素晴らしい。私の周りが慌ただしくなってきたので仕事戻りました。 ありがとうコケオさん、頑張ってね。ありがとう、頑張って。何何、魚に見えてきた？サムが魚じゃないです。ちゃ、魚通に見えてきた。そうなの、魚通ですよ、魚通。生魚苦手。そっかそっか、そんな方もいるよね。わさびは魚の風味が上がる。なるほどね。明日の夜は内田真由美さんの焼肉岩に食べに行くって。おお、いいねいいね。久しぶりにパッと見たの見えて、やめてください。今日はめっちゃパッと読みしちゃうの。うん、パッと読みしちゃう、めちゃくちゃ。全然パッと読み、パッと読み直んないですね。私はパッと読み直んないみたいです。慎重に読むようになったんですけどね。まあまあみんな慣れてると思うんで。パッと見は今日に限らずいつもですって。いつもじゃないけど、まあはい、今日は多かった。今日はめっちゃ多かったかもしれない。みんなついてきてください。こんなパッと見さるのに。いやいや、みんな悪気ないんですよ、私のパッと読みは。うん、あー、少しでも参加できてよかったって。こちらこそありがとう。そろそろ私も終わろうかな。宮崎県代表パッと見さんのやめてください。恥ずかしい。そう、パッと読みの日もありますよね。そうだよ、人間だもん、人間だもん。そうそう、そろそろ終わろっかな。ありがとうございます、ハート。いいように言って終わるさ。違うよ、そんなことってないです。よし、じゃあランキング読もうね。13位はウランちゃん、ありがとう。12位は HKT さん、ありがとう。12位はシゲオ007さん、ありがとう。10位は真心さん、ありがとう。9位はトカチンさん、ありがとう。
8位は俊生さん、ありがとう。7位は総帥さん、ありがとうね。6位はスヌポンさん、ありがとう。5位はナートマークさーちゃん大好き、どうしかな、違った、大好きさーちゃんしか勝たん、変わってる、ありがとう。4位はゴン太郎さん、ありがとう。3位はワイサッペさん、イエイ、ありがとう。2位はドマーさん、ありがとうね。そして1位は国陽さんでした、ありがとうございます。はい、ということでみんな今日もね配信見てくださってありがとうございました。それではせーの、空のじゃんけんじゃんけんぷ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 ん、みんなありがとうございました。みんなありがとうね。じゃあみんな今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい、またねみんな、ありがとうね、バイバーイ。